マドリード王宮マドリード王宮はスペインマドリードにある宮殿。オリエンテ宮殿とも呼ばれるスペイン王の王宮である。実際には国王や王族は住んでおらず、彼らは郊外にあるマドリード王宮より小さなサルスエラ宮殿に好んで暮らす。しかしマドリード王宮は未だに国の行事に使用されている。宮殿はスペイン政府の所有で、 外局の国会三局が管理している。王宮はマドリード中心部の西部バイレン通りにある。東はマンサナーアルス川でマドリード地下鉄、オペラ駅が最寄りである。宮殿は公的行事で使用される時を除き一般公開されている。庭園から見た王宮王宮現在、宮殿のある場所は10世紀からマイリットと呼ばれる要塞が建っていた。マイリットは コルドバ大主モハンマド一世の辺境地として建設され、1036年のムーア人のトレド王国、独立後はムーア人に継承された。1085年、マドリードがカスティーリア王アルフォンソ6世によって陥落すると、大邸宅はカスティーリア王に使用された。1329年にカスティーリア王アルフォンソ11世は初めてマドリードにコルテスを招集した。 フェリペ2世は1561年に宮廷をマドリードに移した。古いアルカサルはこの場所に16世紀に建てられた。アルカサルは1734年12月24日に全焼したが、フェリペ5世は同じ場所に新たな宮殿の建設を命じた。建設は1738年から1755年にかけて行われ、 フィリッポ・ユバーラとジョバンニ・バッティスタ・サンチェッティによって、ベルニーニ・風に立てられた。協力したのは、ベントラ、ロドリゲス、フランチェスコ・サバティーニ、スシメントである。1764年に、新たな宮殿を占有したのは、カルロス三世であった。王座の間王立部具博物館広大な宮殿は、ディエゴ・ベラスケス、ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロ、アントン・ラファエル・メングス、ガスパリーニ、 フアンデフランデス、カラバッジを、フランシスコデゴヤといった芸術家の作品で贅沢に飾られている。歴史的に重要性のある王家の収集品のいくつかは宮殿内にあり、13世紀以降の兵器類を収める王立武具博物館、世界で唯一の完全なストラディバリウスの幻学四重層タペストリー、磁器類、家具などを含む。宮殿の西部分は、 カンポデルモーロという庭園である。1109年に、ここで、ムワジン狩領アリベニュースフとその部下たちが、キリスト教徒からマドリードとアルカサルを、奪還しようとした故事にちなむ名前である。宮殿の東ファサードは、オリエンテ広場とオペラハウスである、王立劇場に面している。南側は、アルマス広場という広い広場で、宮殿の狭い翼で囲まれている。同じく南側は、 アルムデナ大聖堂に面している。北側は、サバティーニ庭園がある。アストリアスコフェリペと、民間出身のヒレティシアの結婚披露宴は2004年5月22日、宮殿の中央にある庭で行われた。ありがとうございます。